最終的に2次の合格者数が262名と、52名不足しましたので、その方々を少しでも埋めるべくですね、追加募集させていただきたいと思いました。募集するのは特別支援教育20人程度、英語が12人、数学が6人など合わせて52人程度です。今回は即戦力人材の募集で、模擬授業と面接で資質を見極めます。以前に筆記試験を合格された実績のある方を条件とさせていただきたい、そういう能力のある方を担保したい。教育を受ける方とか、子どもを預ける皆さんにとっても結構有識問題だと思うんですけど、今じゃあその先生になるのは狭き門じゃなくなったっていうことなんでしょうかね。志願倍率を見ていきますと、こちらです。4年前と比べて 3.7 倍から 1.6 倍なので、そういうことには確かになります。要因としては定年退職する人が増えて、その分採用予定というのも194から314と増えているんです。それから全体の志願者の数を見てみると、719人から493人に減ってますよね、はい、そうなんです。その内訳を見ていきますと、はい、新卒は161から200と増えているんですが、既卒が558から293と大幅に200人以上減っているというのが実情なんです、そして教員の採用というのは、熊本市教委今年度から筆記試験が免除される大学からの推薦制度というのを導入していて、この推薦された24人は全員合格しているんです。このような制度も活用し、教員を確保したい考えです。